兄弟の中でも楽しかったイベントの一つで、ちゃんとこう英語でこうサインが入ってて、欲しいもの書いたりとか、眉毛がピッと釣り上がって、あのそうなんかサムネじゃないけど本当に意識のピッとした顔に、顔がオンになる、結構家では可愛い感じなんですけど、可愛いです私こういう PR イベント初めてです。初めてで、なんかすごく緊張しましたね。緊張しましたでもなんかこうやって3人で着物着てこういうイベントに出させていただいて、すごくなんかお正月の先取りでとても楽しかったです。前回がこういったイベントを初めて出演させていただいたんですけど、あの時とはまた違った、衣装も全然違いますし、また今回姉も一緒にね、3人でイベントっていうことだったので、うん、親子3人でイベント出ることも新鮮で、すごい嬉しいです。なんか私のが今までになく緊張して非常に気になってですね、やっぱ初めてなんで、今日改めてこの2人の様子を見て、わー大きくなったんだなっていうね、もういつの間にかこんなになったのかなと思ってちょっとびっくりしましたね。結構今日みたいなこういうやっぱイベントでは割とほんわかとした感じなんですけど、家でも本当にリラックスしていて、なんだろうな、温泉とか入る時も本当にもうグラーグターっとしてる時もありますけど、でも本当になんだろう、そういう意識をオンにしなきゃいけない現場とかでは眉毛がピッと釣り上がって、あのそうなんか侍じゃないけど本当に意識のピッとした顔になる、顔がオンになるんですよね。そういうなんだろうな、結構家では可愛い感じなんですけど、可愛いいやどっちの父も好きです父があのお弁当とかあとご飯夕飯とか、まあ、いろいろご飯を作ってくれるんですけれども、やっぱりあの食事になると、その藤岡家の伝統が1回の食事で10種類以上の栄養素を考えて、あの父の母がこう昔からこう作って、こうやっぱり体を作る元だということで、すごく食事にも命かけてたっていうかなんですね。なのでやっぱり父は食事作りってなると本当に真剣になって、もう結構その仕事モードというかオンモードになります。クリスマスはサンタさん毎年来てました。毎年来てましたね。でも兄弟全員で一人ずつお手紙を書いて、で欲しいものを書いたりとか、あと直前に焼いたクッキーを一緒に添えてあげたりして、でそのクリスマス夜開けて、あプレゼントだった時のそのお菓子のとこ見ると全部綺麗になくなったりしてて、ものすごくその兄弟の中でも楽しかったイベントの一つで、たくさん思い出があります、うん、私もあのそのクリスマスのカードを書いて、そこにこうサンタさんのサインを書いておいてくださいって言ってこう欄を作ってたんですけど、ちゃんとこう英語でこうサインが入ってて、すごくなんか、ね、今でも残ってます、はい、藤岡さんがお子さんから の, そのお手紙を預かってサンタさんに渡していたと、そういう感じなんですか。そうです、はい、もうそ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 うですね、あの私はあの非常にあの表現したりとか、やっぱり歌もそうですけれども、こう舞台とかもすごく挑戦してみたいですし、でもそれももちろんのこと、例えば映画とかそういうアクションにも対応できる、こう一つにし、まあ、一つというか、まあ、いろんな幅広くこう対応できるような、こうマルチに活躍できる、まあ、こう発揮できる女優さんになって、そしてまた父の武士道をちゃんとこう受け継いで、もう女であろうともしっかりこう受け継いで体現できるような、そういう、まああのまあ、和と洋、先ほども言いましたけれども、こう和と洋をこうしっかりこうバランスの取れた女優さんになることが私の一番の目標です。僕も結構昔から父と一緒にその表現の舞台、あの映画もそうですし、海外の映画も見たし、舞台だったりミュージカルだったり、そういったその表現の世界を本当に昔からよく見せられてきて、その中でふつふつとこの役者俳優って父と同じ道を歩んでいきたいと思うようになって、今回デビューしたわけなんですけれども、やっぱりその中でもひときわ強いのが父と同じアクションっていう、その本当に映画見ててもなんか自分の体を使ってすごい、特に海外とかだとアクションするのものすごくかっこいいなと思って、そういうのを自分でできたらもちろんそれは本当に嬉しい限りのことですし、まあ世界でも活躍できるような映画でやっていける、そういうアクション俳優さんになっていきたいです。